ーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。亮です。少量です。はい。というわけで、今回は、甘えたいなぁ、つきたいなぁ、イチャイチャしたいなぁ、ということで、今さ、ドラマをね、あるじゃない。ある。めっちゃいい。なんだっけタイトル。30歳まで童貞だったら、魔法使いになれるらしい、はい、かな。そう、それが僕らがめっちゃハマってて、めっちゃいいあれ。もうキュンキュン、ドキドキする、キュンキュンする、キュンキュンする。僕らのチャンネルを見てる方だったら多分見てる方も多いかなとは思うんですけども、僕もキュンキュンしたいです。俺もキュンキュンしたいです。いや、僕がキュンキュンしたいんですよ。え、僕もキュンキュンしたいんです、いや、だから今日は僕なの。え今日は僕なの。あ、じゃあ明日は俺でいい。うん、じゃあそれはまあ動画以外であの勝手にやってくださいはい、というわけで、はい、癒され王決定戦をしようと思います。癒され王決定戦、はい、僕がキュンキュンするようなことをしてもらって、合格か不合格かを決める。ああ、なるほど。そういう回です。イエーイ、パフパフ。はい、ということをやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ俺が、翔太が、そのキュンキュンするようなことをするってこと、翔太がそうキュンキュンするようなことを俺がするってことね、はいはい、難しいな、はい、じゃあ待ってます。終了。めっちゃ考えてんね。いや、もうなんか難しい。じゃあ僕がやるよ。え、いいの。はい、やってやって。ではどうしてればいい。そのままでいて。うん、いや、もうなんかもうすでにキュンとしたんだけど。なかなか年下の子に頭なでなでされることないでしょ。はい。どういうこと？今のは何がキュンポイントは何なの？今のはやっぱり、頭撫でられるのってみんな好きじゃん。ああ、そうね、頭撫でられる、頭撫でられる、手からのキスっていう。ああ、それをやったのね。そう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 。ああ、なるほどね。頭撫でられてからのキスね。そう、キュンとしますよね、みんな。まあ、もうこういう状態だしね、なんかもう一緒に寝てるっていう感じね、でもさ、なんか付き合い始めとかさ、はい、付き合う前とかでさ、なんかちょっとお互いにさ、ちょっと意識をしてるんだけど、キスをするタイミングを見計らってるかさ、そういう時のドキドキ感ちょっとたまらない。確かに確かに。お互いにさ、背中向けてさ、寝てたりとかするじゃん、こうやって。チューしたいな、チューしたいなってお互い思ってたりとかするわけじゃん。なるほどね。もう明日早いし、寝よっかとか言ってさ、でもなんだかんだ、もう寝た？まだ起きてる？で、なんかちょっと、こう、なんか寝返りとか打ってさ、ちょっと相手の方とか見たりとかしてさ、で、謎に、寝てるの、お互いに。はい、どんどんさ、この距離が近くなっていくの。本当にもうつくかつかないんじゃないかぐらいで、もうここでさ、なんかまだお互いを探ってるみたいな。ない？ちょっと今のそういうシチュエーション。ないですね。なんか今までの経験上はないや。あ、本当？なんかしていいのかして良くないのかみたいな。あるよね。あるかな？ないかな？ある人はあると思うんだけどな。なんかもうドキドキするよね。確かに。もう寝れねえよ。あのドラマでもあったじゃん。主人公のさ、男の子がさ、その同期のさ、自分のことを思ってくれてる人のさ、家に泊まりに行ってさ、ちょっと主人公の男の子は、ちょっとまあ、申し訳ないけど、襲われるんじゃないかみたいな感じで思ってて、全然そんなことないんだけど、なんかもうお互いにもうドキドキして、寝れねえよみたいな。そういう感じとかさ。したい。いいよね。したい。したいじゃないでしょ。いや、もうできないのよ。ちょっと頭抱えるのやめてもらっていい？ひょにょ。さあ、じゃあ、寝ます。眠くなった。眠くなった。じゃあ寝よっか。いや、癒し王決定戦はどこ行った？
はい、終わり。おやすみなさーい。はーい、電気消す。うん。なんかあのドラマの中でさ、うん、なんか翔太的に、うん、めっちゃキュンキュンするポイントみたいな、なんかシーンとかあった？キュンキュンではないけども、うん、相手のことが好きっていうことに対して、うん、ごめんねとか思ってるし、あところは、うん、切ないよね。あー、切ないね。うん、うんうん、同性を好きになってごめんねみたいなところはちょっと切ないなとは思って、わかる。なんかあの主人公の男の子のそばに入れるんであれば、うん、同期のままでいいみたいな、ね、そうそうそう、うん、それは切ないかも。わかる、切ないよね、うん、そういうシーンもあるね。そうだね、うん、はい。でも全体的にキュンキュンする。確かに、うん、さあ、じゃあ寝ます